ラムシャツを送ったのは俺だと。あの事件は俺がやったと。俺自首するわ。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週金曜おしりんおいしゃーおしりん撮影前に暴れろって言ったから分かりやすかった。ST でもちょいちょいやってる未解決事件。おっ、未解決シリーズ。これをやっていきたいということで。ゾディアック事件って言うんですよ。おお、なんか聞いたことある。連続未解決事件なんだけど、何がヤバいのかって言ったら、犯人が何回も警察に俺あの事件俺がやったぜって電話してんのに一切逮捕されなかった人物。全然捕まらないんです。じゃあこれ一体どこでいつ起きたかっていうと、1968年のカリフォルニア州である一件の事件が起きたんですね。若いカップルが車の中でイチャイチャしてたら銃で撃たれてしまった。うわ、っていう感じで。しょうがない。しょうがない。それ俺も思ったよ。しょうがない。しょうがないね。この事件が起きた半年後に、はい、警察に電話が来たと、ある一件の。そこで、あの事件は俺がやったと。で、プラス、最近もう一回俺やったわみたいな電話をするんですよ。そこはカリフォルニア州の〇〇公園の駐車場に茶色い車があるから、そこの車に行ってみろ。カップルの死体があるからな。ガシャーン。いいな。じゃあ警察もじゃあそこの場所行ってみました。はい、本当にカップルの死体あったんですよ。うわー。でも彼氏だけ重傷だったけど生きてて、犯人の特徴を掴んだんですよ。それを元に描いた似顔絵がありますので、こちらです。お、え、めっちゃちゃんと顔捉えてる。結構ちゃんと描いてます。似顔絵描いたんだけど、これといった手がかりは掴めませんでした。この電話で俺はゾディアックだと名乗ったから、これゾディアック事件っていうんですよ。なるほどね。だからゾディアックはあくまでも仮の名前。なるほど。本当の名前は言ってない。言ったらバレちゃうから。そんな感じで1ヶ月経ってまた事件が起きてしまいました。まあカップルがね、まあ外で飯を食ってたと。しょうがない。ゾディアックが血が入ってる。黒い覆面をかぶった男が現れたと。おーい、マルシド金出せ。もうナイフ持ってるからやべえと思って金出すじゃないですか。うん、金出したところ、最低やねん。うわ。でこれ結局どっちもなくなってしまって、外で飯食ってて、そのカップルの車に運んで、そこに死体を置いといたみたい。あー、うん、やばいじゃん。これまで2件やったじゃん。この事件が起きた日付をその車に書いて、であとね、丸と銃っていうねシンボルマークみたいなもんを刻んで逃走したわけです。映画やん。で結局その事件もまた警察に電話して、あ、俺がやったぜみたいな。プラス今回はね、あるものも届きます。それが暗号です。おー、その暗号の画像もありますので、こちらです。アルファベットに近いんだけどちょっと違うみたいな。本当本当っぽいな。あ、ちょっとハンターハンターっぽいよね。なんだゾリアックのさ。え、ゾルディックやん。そう、キルアだよね。あ、そう、名前ちょっと似てるよね。多分それは関係ないね。まあ、ラジットシューってそれか。そういうことなんだね。あ、そう、よう気づいた。じゃあ、なんて書いてあったかですよね。はい。俺は、私が好きだと。特に最高なのは、俺がしたこの犯人たちが、あの世に行ってから、俺の奴隷になることが最高に楽しい。うわ、やばいやつだな。あの世に行ったら、した人間が奴隷になるという内容から、ゾディアックは独自の宗教観念を持っていると思われる。丸に×というシンボルマークも、何らかの宗教をもとに書いているのではないかと言われている。でさ、これさ、ターゲットさ、うん、ある共通点があるんですけど、リア充、リア充、うん、そう、リア充。いや全部リア充狙ってるから。ゾディアックは過去に女関係でちょっとトラブってたんだな。なるほど。もうそういう推測を立てて、うん、まあその情報をもとに調べていくわけ。でもね、次に起きる事件で、うん、この唯一の共通点であったこれも解消されることになってしまいます。何？次ね、タクシー運転手がね、やられてしまうんですよね。でもこれ別にね、俺がな、ゾディアックやったっていう証拠どこにあるんだっていう話じゃない。そうだね。タクシー運転手の事件が起きてから10日後、カリフォルニアのある新聞社にこのタクシー運転手の血のついたシャツが送られるんですよ。で、えってなって、それと同時にゾディアック電話してるんですよ、警察に。あのシャツ送ったの俺だと。いやばいやばいやばい、強っ。モテ遊んでるね。そうそう。ここでね、もうさらに驚愕すべき一言放ちます。俺自首するわ。
ただ条件として2つ。1つ目は俺に優秀な弁護士をつけろと。お、まあ、ここまでは分かるじゃないですか、うん、問題が2つ目で、俺をテレビのトークバラエティに出演させろ。なんでだよ。やばいやつだ。警察のそうです、意味分かんないですよ。まあ、警察の警戒するわけ、こんだけヤバいことするから、なんか裏の狙いがあるんじゃないかな。そうだね、ここまでやられてきたもんね。うん、まあでも犯人逮捕したいっていうのが強いから、条件飲むことにしたんですよ。おお、うん、まあ、分かった、弁護士もつけるし、トーク番組を出させてやるよっつって。ヤバいな。で、じゃあいざそのトーク番組の収録が始まりましたって言って、時間通りにちゃんと電話来たんですよ。本当に。そう、本当に電話来て、はい、でもね、その電話の声が今までの声と全く違ったっていう、このことから多分またおちょくってたんですよ、多分。なるほど。あ、偽物用意して。数日後、弁護士からある連絡が来て、俺のところになんかゾディアックから手紙が来たんだけどみたいな。その手紙の内容っていうのがまたなんかよくわからなくて、助けてくれ、助けてくれって。怖い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 。俺の中のもう一人の俺が暴走しようとしている。怖い怖い。もう俺は俺を止めることができない。誰かブレーキを止めてくれ。ブレーキを止めてくれ。ブレーキを止めてくれ。このことからもうね、手紙の文もすごいの、もうめっちゃくちゃなの。語字もすごいし、あー、文法もやばい。だからこのことから多重人格者なんじゃないかね。疑惑を立てられたんですね。まあそのテレビ出演してから、こういう意味不明な手紙結構もらうようになったのよ。もらうんだけど結局手がかりは全くつかめない。はい、うん、そんなこんなで7年という月日が経った。ここでね、もうこれまでとは全くテイストの変わった手紙が送られることになります。その手紙の文章っていうのが、この7年間の間で37人の人物をしてきたの。このことを新聞で大きく取り上げなかったら、もっと凄まじいことになるぞ。なんか急にね、その助けてくれみたいな感じだったのに脅迫文になって、もう一人の僕が。でもこれには警察も警戒しました。何しるかすか分かんないじゃん、こんだけのことしてきたから。だけど何にも起きなかったんですよね。うん、結局で、これ以降そのゾディアック系の事件っていうのも一件も起きなくて、一件落着ってなった。何にも起きなかった。そう、そのゾディアックからその日以来もう電話も来ないし、手紙も一切来なくなった。もうこれがね、一番の未解決って言われてるところで、はい、謎なんですよ。あ、まだ謎って。そう、分かってないんですよ。まあ、警察の考察としては、もしかしたら普通に病気か交通事故で亡くなってしまったんではないかと。まあ、これが一番濃厚なんだよね。まあ、それか別の事件の犯人として捕まってしまったか。これはでもあんまりないんだよね。なんで？ゾディアック系には警察も結構シビアになってて、それっぽい容疑者がいたらもう片っ端から DNA 検定で、うん、もう細かく鑑定、DNA 鑑定ですよね。DNA 鑑定でもう細かく調べたんだけど、どれも一致しなかったから、多分この説はね、そこで俺がすごいと思う。そう、薄いんです。 DNA 鑑定があるのに30何人、もう誰かわかんないって。確かに。このような犯罪を劇場型犯罪って言うんですよ。犯人が主役、警察が脇役、マスコミと一般人が客みたいな感じで、このような構造を指す用語として劇場型犯罪ってあるんだけど、うん、これ日本でも結構あって、例えば3億円事件とかありますね。見てる一般人とかさ、エクサイティングしちゃうじゃないですか。ちょっと俺もなんか今、うわかっけえとか思っちゃってたもんね。ちょっとおもろいって。それに多分ゾディアックもなんかちょっと高揚感というか、あ、悪い気しないなみたいな感じで多分やってるんですよ、多分。ちなみにこの話はね、映画化もされてます。あ、映画あるんだ。多分ワンチャンだからね、ハンターハンター多分ワンチャンあるかもしれないよね。いや、そっから撮ってるパターンあると思う。さっきそれはないやつで、ごめんごめんごめん。あ、ごめん、全然入ってこなくていいよ。最後の手紙なんだけど、この内容をちょっともう一回確認したいんだけど、事件を新聞で大きく取り扱わなかったら、これまでにね、凄まじいことをやるぞと。その手紙を送ってから一切何もないってことは、この凄まじいことがまだ起きてないってことじゃないですか。そうでしょ。怖い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 、やばいやばいやばい。だからもしかしたらこれから先カリフォルニアでもうとんでもない事件が起きるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。えぐっ、えぐっ、怖いわ。でもおもろいわ。だからそう、ね、勉強になりました。ゾディアックめっちゃ頭いいな。めちゃめちゃ頭いいよね。確かに。ゾディアックファンいるよ。あ、そう、ファンいる、ファンいるよね。一切途絶えてから俺がゾディアックだけどってあの警察に電話するやつ増えた。それも狙いかもしれない。かく乱するためにね、ま、惑わせる作戦と、あと最初にカップルめっちゃ狙ってたじゃん。あ、で途中で変えたじゃん。それもめっちゃうまくない？まあ確かに、ね、最初にあれがあるかもしれない。絶対それもね、作詞なんですよ。絶対適正としてんな。